Alright guys, ようこそ。We are going to watch Bocchi Zaroku episode 5. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And let's head straight to the anime. Hey, Shokun! お待ちかねの給料だぞ。Payday. How much is that? 10,000 yen. 私の汗と涙の結晶。何に使おう。新しいスコア、漫画大人がいい。お母さんたちにケーキとか買って驚かじゃあ、せっかくのところ悪いんだけど、ライブ代徴収するね。Why? そういえばライブのノルマのためにバイトしてるんだった。Oh, that's right. 結束バンドが活動できるんだし、これでいっか。アルバム作るのってそんなにお金かかるんですか？じゃあ夏休みは別のバイトも増やさないとですね。だね。みんなで海の家とかでバイトしちゃう？いいですね、海。うわ、海。やっぱり未成年には貸してくれない。いや。They won't lend to minors, of course. What? Can you sell it if you're a minor? いや、曲作ってきたんだけど。ぼっちの書いた歌詞見てたら浮かんできた。やったじゃん。頑張ったかいあったね。褒めて使わす。But then I want to listen to it too, right?私にもよしよしください。よしよし。よしよし。私の夢叶っちゃうかもな。よし。来月ライブできるようお姉ちゃんに頼んでくるね。Next month。まだ言ってなかったんですか？大丈夫。この前もすぐ出させてくれたもん。ね、お姉ちゃん。あ、出す気な。出す気ないけど。え？Why? Flightless fish. あ、集客できなかった時のノルマなら払えるよ。お金の問題じゃなくて実力の問題。お、この前は出してくれたじゃん。あれは思い出作りのために特別にな。普段はデモ音源審査とかしてんの。知ってんだろ。そうだけど。悪いけど、5月のライブみたいなクオリティなら出せないから。出せないって。え、じゃあ私たちは一生仲間内で仲良しクラブやっとけ。まだなんかあんの？未だにぬいぐるみ抱かないと寝れないくせに。伊豆先輩。ぬいぐるみってこのヨレヨレのパンダとウサギのこと？可愛い。その画像消せ。今すぐに。何してるんですか？追いかけますよ。なことさま。So they have to prove her wrong, right? They have to play the song. Is she gonna talk to her about her being in the box? Yeah. 二時間に伝えて。ライブに出たいならまずオーディション。一週間後の土曜日に演奏を見て決めるからって。え？何？精一杯復調心を表現しようと。What？ 早く追いかけないと見失うんじゃないの？わ、つまりオーディション。ええ。それに合格したらライブに出られるってことね。なら最初からそう言えばいいのに。お姉ちゃんの意地悪。でもじゃああとは頑張るだけですもんね。一週間しかないから今回は頑張らなくても。下手っぴでも頑張れば熱が伝わるって。 A week to audition, right? ああごめん。でも二人とも最初より全然上手くなってるしね、りょう。ちょっとフォローして。ああ、ぼっちちゃん、ボタンの中引きこもらないで。ぼっち節が響いて。私はともかく、ヘト？お父さんが？前学校で聞いたときは素人の私でもうまいって思えたのに。前のはまぐれだったのかしら。 It wasn't。 全員両並みに演奏できるようになってることを求めてるわけじゃないと思うし。じ
じゃあ何を求めて？熱量？バンドとしての成長？成長。後藤さん、ありがとうね。練習付き合ってくれて。でも薄暗いところじゃなくて教室で練習した方が。いやそれは。そんなことしたらみんな、なんで北さんみたいな子があんなことってジロジロ見られて練習やるじゃん。あ、そうか。教室で演奏したらうるさいものね。さすが後藤さん。 Yeah, that's what you wanted. 優しい。私ね、あれから考えてみたんだけど、バンドとしての成長って、つまり頑張ってることが伝わればいいと思うの。はい。私、その時に心から頑張ったって言えるように後悔しないようにしたくて。だからオーディションの日までお付き合いよろしくお願いします。そんな頭上げて、こちらこそよろしくお願いします。え、何その髪型。What? 何やってんの。バンドマンとしての成長を見た目で表現だそうです。Damn, but they look cool. They kind of have hair like me, right? はい、とにかくお姉ちゃんを納得させればいいんだから、練習あるのみ。ほーら、さっさと着替えて。北ちゃんも。はい。りょうさんの言うことは、成長って正直なところよくわからない。努力とはまた違う気もする。ここ最近本当に激動だった。人の目がたまに見れるようになった。指良くなったね、だいぶ。せっかく夢だったバンドをやれてるのに、成長した気になってただけで。私は。よし、今日はここまでにしようか。もうですか。うん、明日のオーディションに備えてゆっくり休んでね。ぼっちちゃーん。ごめん、驚かせちゃって。いえ、もし私に付き合わせちゃったりしてたらごめんね。いや、ほら、ぼっちちゃんが結束バンド入ってくれたのって。 Yeah, but she wanted to join the band. Or join. She wanted to start a band. ずっとバンドやりたかったって言ってたけど、そういえば私、ぼっちちゃんがどんなバンドしたいとか、何のために今バンドしてるとか聞いたことなかったなって。ちやほやされたくて始めたって正直に言うべきだろうか。いや、definitely。人によってそういうのそれぞれじゃない。私はさ、目標っていうか夢があるから、だからつい熱くなりすぎるっていうか、だからぼっちちゃんに無理させちゃってたりするかなとか。そんな全然無理なんてないです。そうならよかった。にじかちゃんのバンドやる理由は売れて武道館ライブですよね。Was it a lie? 本当の夢はその先にあるんだけど。でもまだぼっちちゃんには秘密だよ。じゃあ明日よろしくね。Okay, I'm kind of curious now what's her dream?結束バンドです。じゃあ、ギターと孤独と青い星って曲やります。今も人気になってチヤホヤされたいっていうのは変わりない。でもそれは私だけじゃない。この4人でだ。Damn!私はこの4人でチヤホヤされてバンドをし続けたい。ニジカちゃんの本当の夢も叶えてあげたい。 Yeah, you can make your dream come true as well. こんなオーディションなんかで落ちるわけにはいかない。このままバンドを終わらせたくない。 Damn!Oh my god! This is fire! Oh.
insane. I have to add this song to my playlist because it was fire. I'm gonna Google it after this episode. Damn, this was insane. Oh my god, wait, I have to listen to it again. Yeah, the part where Bocchi just went off. Oh. Yeah! Oh my god! This is insane! いいんじゃない?って言いたいところだが。ドラム、肩に力入れすぎ。ギター二人、下向きすぎ。ベースは自分の世界に入りすぎ。でも、まあお前らがどういうバンドかは分かったけどね。アドバイス、ありがとうございました。Damn. え?何そのリアクション?いや、だって。だからどういうバンドか分かったってば。ここ喜ぶところだから。多分合格ってことだと思いますよ。だからそう言ってんの。合格。ナイス。お姉ちゃん、わかりにくすぎ。ナイスナイスナイス。やった。合格ですって。はい。よも気づいた。ぼっちちゃんの演奏、少しの間だったけど、いつもと全然違ったような。北さん、すみません。お父さん。She's gonna puke. What is this? No way. みんなで写真撮りましょう。まず床を掃除させてください。やっぱりかなりうまいな。Oh, she noticed. 明らかなチームプレイの経験不足。自信のなさで自分の実力を発揮できた。こいつならもっと成長できるの。店長さん、さっきから目が合う。自信を持ってもらうには自分を認めてくれる人間がいるって気づかせないと。見られてる、怒ってる。さっきの調子乗りすぎだったかな。お前のことちゃんと見てるからな。本当は最初からあの子たち大好きだったんでしょう。だってライブスケジュールずっと一枠空けてたじゃないですか。意地悪とかじゃないから、なんか感じるものはあるし、身内の私が厳しくしてバンドを育ててあげた方がいいじゃん。こういうのってシスコンって言うんですっけ。それ以上喋ったらクビな。はい、終わってなんてない。むしろ俺たち結束バンドの冒険はこれからだ。じゃあチケットノルマ1500円を20枚だから1人5枚ずつで。ノルマ5枚。 Wait, they have to sell either. Wait, every one of them has to gather like at least 5 friends, if they have friendsAnd try to sell them the tickets? Did I catch that? Dog! Damn. Okay, I'm gonna find the song and add it to my playlist. Yeah, I like this episode. We finally heard them play their song. I'm satisfied with that. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. If you like this reaction, then press the like and subscribe button. And see you guys next episode. Matane.